おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3566です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後にね言ったと思いますけど、今回もねまたプラモデルを作っていきたいと思いますが、こちらはですね、まあ漫画テレビアニメ、こちらにね登場したキャラクターですね、こちらをやっていきたいと思います。それがこちら、シャンと、はい、こちらですね、フィギュアライズスタンダードの篠宮キコル、これをねやっていきたいと思います。登場作品はね、一応こちらにはね、載ってきておりませんけど、一応怪獣8号ですね。そちらからとなっております。まあ、ここにね、ちょっと分かりづらいですけどね、ここに書いておりますよと。はい、そちらから登場と。で、フィギュアライズスタンダードの第1弾として出たのがこいつかな。まあ、その怪獣8号シリーズとしてはね、他にも何体か出るっぽいけどね。まあ、とりあえずこいつをやっていきたいと思います。パッケージはこんな感じ。で、まあ、横を見るとこういう感じになっておりますよと。で、とりあえずこちらね、顔周りかな。で、武器をこういう風に取り付けることができるとかなってきておりますよと。で、武器に関しましてはちゃんと付属してきてるみたいですね。で、今までフィギュアレズスタンダードって結構ね、紹介してきましたけど、これだけ大きな武器とかね、武器関係が付属してるっていうイメージがね、あんまりないんですけどね。なんかこんな感じでちゃんとね、いっぱい付属品がありますんでね。まあ、単体でも遊びやすいんじゃないかなっていうね、そんな感じになっておりますと。ただ、シリーズ共通ですね。一つの表情パーツを印刷済み、他のやつはのっぺらフェイスで、水転写デカールを貼るという形になってますね。ハンドガンはホルスター収納状態を再現するパーツもありますよということで、ホルスターがあるんでね、そこにスポットね、収めることができるみたいですよと。はい。一応台座はね、あるっぽいのかな。そうするとこんな感じで飾ることができるのがね、マスクパーツもあるっていうね、こんな感じになっておりますと。で、横がこういう感じ。で、裏側がこういう風に、ね、なっておりましたよと。はい。では早速ね、開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの形となります。いつものパターンですね。箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますので、説明書が上になっておりますよと。とりあえずちょっとずらしまして、説明書もずらして、まずはランナーから見ていきましょう。とりあえずこちらの袋ですね。こちらに関しましては、先ほどねパッケージにもねありました、でかい斧ですね。で、ここのところに武器関係、ハンドガンがね、そちらのパーツがありますよと。裏面のこちらのところには、こちらはね水転写デカールではなくマーキングシールですね。で、それ以外にね、これは膝関節かなみたいなね、そちらのパーツが入ってきておりましたよと。で、次のこちらのランナー、手首パーツか、ももパーツかね、一応こんな感じ。まあ、ここに関しましてはね、ランナータグにはね、フィギュアレズスタンダード、篠宮キコルとね、書いてますけどね、この辺の構造がなんとなくサーティミーツシスターズでね、そんな感じになっておりますよ。で、裏面のところにグレーのパーツですね、そちらのパーツがあったりとか、ここのところに水転写デカールがあります。先ほどこちらにね、ありました、マーキングシールドね、同じようなやつがね、ここにもありますんで、マーキングシールじゃなく、水転写デカールでもいけるってね、そんな感じになっておりますよと。で、最後の袋ですね。こちらのところには、ここの黄色いやつが髪の毛パーツ、ボディーパーツとかが入ってきております。で、ピンク色のパーツは多分これ、口周りのパーツだと思うんでね、フェイスパーツの中に入れるやつだと思います。裏面行きまして、ここのところにフェイスパーツですね。ここが印刷済み。それ以外のこれとこれ。そしてこれがマスクですね。そちらのところには瞳デカールを貼らなきゃいけないというね、そういう構造になっておりますよと。で、グレーのパーツですね。こちらのところに足とかね、そういうのがね、入ってきておりましたよと。はい。で、一応こちらのところにですね、布っぽいね、何かしらのね、ものがありましたよと。はい。まあ一応ね、こんな感じの中身となっておりましたと。で、ドン。説明書見ていきましょう。こちらですね。フィギュアライズスタンダード、篠宮キコルとなっておりますよと。登場作品は先ほども言った通り怪獣8号と。で、中身に関しましてはランナーリストがこうですね、シートというのが入ってきておりますよと。そしてここですね、瞳デカールとハリーチですね、一応こんな感じでこれを参考に貼りましょうというふうになっております。で、まずは中身いきまして、切り離し方法以外にまずはフェイスパーツですね、そちらを作りました。で、髪の毛パーツを作ると。で、マスクに関しましてはフェイスパーツをポッとくっつけてね、それに対して黒いやつをつけるんではなく、シートですね。まあ、マスクのバンドはお好みによってってなってますんで、シートの方をね、分割してあげろと。それで、説明書の通りね、こういう風にぐるーっと回すように組み付けてあげて、マスクをつけるっていう。それがね、一番リアルな感じみたいですね。それもね、好みみたいなんでね、やってもやらなくてもいいみたいですけどね。まあ、こんな感じでつけた方がいいんじゃないかっていうのが載ってきております。で、髪の毛パーツを作ってあげれば、これで完成と。その後にボディーパーツね、胸部周り、腹部とかね、そちらを作って中心部分を作りましょう。で、あとは腕作って、足作って、組み合わせてあげればこれで完成。それから台座の組み付け方法とかね、武器関係の組み立てですね。で、シートの B ですね、そちらを使うことによって、まあ、ベルトっていうかね、そちらをつけることができるとかね、そうすることによってこういう風にかけることができるとかね、一応こういう流れになっておりましたよと。はい。で、
こちらですね、キコルの説明プラスポーズリストとかね、一応こんな感じだったりとかしますよと。一応こちらにね、怪獣8号いますけどね、こちらもね出てるみたいですね。はい、であとはここにねカラーガイドがあるという形になっておりましたよと。はい、一応中身はこんな感じ。ちょっとこのシートの扱いがね若干めんどくさい感じがしますけどね、一応中身としてはこんな感じとなっておりますので、今回組み立て、次回ギミック編というふうにやっていきたいと思いますので、さっさとですねパーツ意識準備していきたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。とりあえずこちらが頭部ですね、胸部と腹部、腕と足、武器関係というふうに用意してあります。こちらのですねシートに関しましては、とりあえず次回ですね、表情パーツの交換の時にね一応使用するんでね、こちらは今回触らないでいきたいと思います。それとこちら武器ですね、これに関しましてはスリングとして、ね、使う場合はこちらからね利用するんですけどね、とりあえずそちらはね使わない予定なので、このままねサクッと組んでいきたいと思います。表情パーツこちらね4種類ありますけど、一番端のこいつ、これ以外は残り3種類をね付属のデカールをね貼って作っておきました。ということで早速ね進めていきたいと思います。ベースがこちらと、こちらの両サイドのところにこちらのねパーツを組み付けていきますよと。ここの髪の毛ですね、ここかなり細いので破損ねさせないように気をつけながらね、ここにズボッと差し込んでいきましょう。ここの部分に関しましては組み立てもそうですけど、後々をねギミック編ですね、そっちにもね注意しなきゃいけない部分になっておりますよと。でこれがね用意できましたらフェイスパーツをここに入れてあげると。はい、一応この感じで、真ん中のところにこちらの髪の毛パーツをブスッとね差し込んであげると、とりあえずこれでねベースができましたので、横に取り付ける髪の毛パーツを作りますよと。髪の毛パーツに関しましてはとりあえずベースがこいつ、こちらの裏面のところにね肉抜き部分を埋めるためのパーツを組み付けていきますよと。ギュッとこの感じで、これが用意できましたらこちらの部分に対してこのリボンですね、これを入れますよと。でこちらのね穴の下のところに小さなピンですね、こちらがありますよと。今ですね向きとしましてはこちらのリボン部分を左手側に持ちまして、リング部分が右手と、その時にピンが下に配置されていればこれがね右用のパーツになりますと。これをねここの部分にブスリと刺しますよと。はい、そしてこれがねそのまんまこちらの部分に刺さるという感じになっております。はい、これで頭部パーツですね片方できましたということで、反対もね同様に入れてあげると。こちらに関しましてはかなり細い部分がね多いので組むときに十分気をつけましょう。こちらのリボンパーツもね同じですね、これサクッとね刺すまではいいんですけどね、その後の組み付けの時にこちら本体のねこの髪の毛パーツが破損するね危険性がありますんで、それもね十分気をつけながらね組み付けてあげると。これで頭部パーツ完成と。で次に胸部ですね、そちらに関しましてはベースがこちらになっておりますよと。でこちらをね用意しましたら、下の部分にこのパーツ、これがねこれズボッと入ると。でその時向きですね、丸ピン2本と角ピン1本なんでね、丸ピンが前面になりますんで、それに合わせてね内部にこちらのパーツを入れますよと。これが入りましたら後々腕をね取り付けるこちらのパーツ、このパーツをねここに入れますよと。でその時ですね、こちらの形状がここのね上の部分のブロックの部分と形状が合うようになっておりますんで、それでね合うように入れてあげると。でこれが入りましたら背中をつけなきゃいけませんので、開いた状態にしておいて、これをちょっと避けておきます。こちらのパーツに対して前面パネルとしてねこのパーツをグサッと入れると、反対もね同時にグサッと入れてあげますよと。でこれがね用意できましたら、さらにこちらね背骨みたいなねこちらのパーツを背面側のねここのところにサクッと差し込んで組み付けておきます。これをですね先ほどね用意しておいたこちらのパーツを組み合わせる、そしてこのパーツが前面に入りますよと。でその時に横にね配置していたパーツをねグイッと寄せるように動かしてあげまして、前面パーツをここに入れると。でその時隙間ですねができないようにしっかりとねギュギュッと入れてあげる。これが入ったら前面のくぼみのところにこちらね緑色のねパーツを入れる。これ自体は形状が決まっておりますので、形状を合わせてねここにスポッと入れてあげれば OK と。はい、これでね胸部パーツ完成と。でこちらのパーツ用意できましたら、次に腹部を用意しますよと。あらかじめこちらのパーツをここのね内部のところに入れておきましょう。形状決まっているのとラインとしてねスパッと決まるんで、こんな感じでねしっかりと入れておきましょう。裏面もね奥までがっちり入れてね組み付けておきますよと。はい、こんな感じ。
で、これが用意できましたら、このパーツのですね、後ろのこの空洞、上のところをね、穴を埋めるようなイメージで、こちらのパーツをね、ここに入れておきます。さらに、下のところに、こちらね、長いやつが下のところにはまりまして、その一個上のね、丸穴のところに対して、こちらのパーツが入ると。一応、こいつもね、向きが決まっておりますので、それをね、把握しながら、ここに入れてあげますよと。ちなみに、こちらのですね、今、動かしてるね、ここのパーツに関しては、ここの部分を引っこ抜いて、ベッドですね、ベースを取り付けるための穴になっておりますのでね、ここの部分の接着は厳禁という感じになっておりますよと。で、あとは、こいつですね。こちらのパーツのピンのところに対してね、これらを入れる。で、これをね、ズブズブっと差し込んであげましょう。で、これを入れましたらね、奥までがっちり入れてあげまして、これをですね、組んでおいた背中側をね、こちらのところにこういう風に配置してあげますよと。そして、こちらをね、固定するようなイメージで最初に組んでおいたこちらのパネルを使って固定してあげると。奥までギュッとね、入れます。で、横の溝のところに対してこちらのパーツをですね、入れますよと。形状合わせでギュッと入れてあげるというね、感じで入れましょう。で、こちらのパーツをね、入れる関係で、真ん中のパーツはね、入れておかないと後々貼りませんよね。先に組み付けておきますと。出来上がりましたら、組んでおいたこちらとね、組み合わせでボディーパーツ完成と。で、首パーツを作りますけど、首パーツが若干大変で、これとこれをね、組み合わせる。そして、こちらね、黒いですね、リングパーツをここに入れますよと。これが入りましたら、中心部分に対して、こちらの非常に小さなパーツですね。これを中のところに入れます。先ほど入れた黒いパーツの溝にね、収めるようなイメージで入れていきますよと。はい、この味。これがね、首パーツになりますので、ここのリング部分、接着できるなら接着してね、固めておいた方がいいのかなと思いますね。で、あとはこいつをね、これバスッと差し込んであげれば、これでね、ボディーパーツが完成します。これがね、出来上がりましたら次に腕に流れると。腕パーツに関しては、とりあえず、こちらですね、ボールパーツ。これを中心にね、このパーツと、こちらのパーツを使って挟み込んであげましょう。で、こちらにですね、穴がありますけど、この穴がですね、外になりますので、こんな感じで用意すると。で、下の軸のところに、こちらね、肘関節周りのこのパーツを入れると。で、この時ですね、つるんとしてる面とボコッと出てる部分がありましたね。このボコッと出てるのが内側になります。なので、こちらね、穴の反対側にもね、モールドがありますんでね、その部分と肘関節周りのこちらのパーツをね、突起部分が合うように入れてあげると。で、これが用意できましたら、上のね、溝のところにこちらのですね、非常に小さな緑色のパーツをね、ここにはめ込んであげる。そして、これをね、固定するようなイメージでこいつを入れて、反対側からもう一個のパーツを使って固定すると。そうすることによって、肘当てっていうかね、こちらの部分が出来上がったりしますよと。非常に小さなパーツなんでね、ランナーからの切り離しの段階で紛失とかね、しないように気をつけましょう。で、前腕パーツを入れると。で、こちらの前腕パーツもね、同じ感じでね、ここのモールドとね、合うような感じで突起がありますんで、それで合わせて入れてあげると。これが出来上がりましたら、手首パーツとしてこちらのパーツをブスッと入れる。こちらにですね、くぼみがありますので、このくぼみがね、下になるように用意してあげまして、ここの部分に対して手の甲のパーツを入れますよと。そして、ここの部分に合わせるような感じで手首パーツをセッティングすると。こんな感じですね。で、この手の甲のパーツに関しましては、一組しかありませんので、紛失注意という感じになっております。この手の甲のパーツをベースに他の手首パーツを組み替えるという形になっておりますよと。で、こちらの穴の部分に対して、肩アーマーではないですかね、こちらのパーツを入れると。ここのパーツ自体は、内側のボールですね。ここの部分と外側のパーツを組み合わせます。そして、外側にシールを貼るという感じですね。で、ここの部分、指定はありませんけど、はめ込んでる部分がね、がっちりはまるっていうよりも、ちょっと引っかかってるイメージで止まりますんでね。動かしてる間に、中のパーツがね、ずれることがね、多々ありますんで、ここの部分は組んだ段階で接着すると。その後にシールをね、貼るようにした方がいいと思いますね。はい。こうすることによって腕が出来上がりましたよと。では、足を作りましょうと。足に関しましては、ここの部分が右足、ここは左足用のパーツというふうに用意してあります。共通部分以外のパーツを用意したというふうになっております。とりあえずベースはね、こちらのパーツで、ここのね、内部のところにこのボールをね、ズボッと入れますよと。まあ、ここの構造に関しましてはね、30 Meets Sisters と基本的に同じ感覚で作ってあげれば OK と。
で、こちらのボールパーツ自体は一番奥まで入れてあげましょうと。で、上からね、こちらのパーツをかぶせていきますよと。で、これができましたら膝関節を作ると。膝関節に関しましては、こちらのパーツ。ここのですね、内部のところに丸いくぼみがね、ありますんでね。これが上になるように用意してあげると。で、こちらのパーツ。これもですね、裏側のところにね、三角のマークがありますんでね。これが見えるようなイメージで、ここに入れてあげますよと。もう一つのパーツも似たような感じでね、ここに丸いね、くぼみがありますんで、これがね、見えるようにここに入れてあげると。これが配置できましたら、反対側のパーツを組み付けてあげる。前面部分には膝アーマーとして、こちらのパーツをここに入れてあげると。このパーツ、これはですね、左右共通で作ります。ここの部分はね、対になるような感じになりますけど、左足のパーツもね、同じような構造で作ってあげますよと。で、出来上がりましたら、右足は、こちらのね、パーツがここに入ります。で、膝関節がここに入りますよと。で、こんな感じで組んであげる。ここの部分の構造というのが左右で違いますんでね。ここの部分は間違いないように用意してあげますと。で、これが用意できましたら、これとこれね。このパーツ2つを組み合わせてあげますよと。で、作っておいた膝関節のところで組み付けてあげましょう。足首パーツに関しては、こちらのパーツ。これのね、太軸のところにこちらが入ります。で、ここに小さなピンがありますよね。ここの部分に対して走行パーツがね、1個つきますんで。向きとしてはこういう感じ。こちらのね、1段ね、溝になっている部分が下になりますんでね。向きとしてはこういう感じで用意してあげましょう。ここの部分には足首パーツとしてこれとこれをね、組み合わせたものを用意してあげまして、ここにズボッと入れると。で、横の穴ですね。ここと、ここにね、穴がありますので、そこのところにね、こちらのパーツがブスリと入ります。穴がですね、外に向くようなイメージで差し込んであげましょう。で、あとは先ほど言ったね、小さな突起ですね。そこの部分にこちらの走行パーツがつくと、これでね、脚部パーツ完成という形になります。先ほど言った上の部分と膝関節。そこはね、こんな感じでね、作ります。足張りもね、同じ感じで作ってあげますよと。中間のパーツが違いますんで、そこを作っていきたいと思いますが、ベースがね、こちらのパーツですね。このパーツの上のところですね。そこにこちらのパーツが入ります。で、こっちじゃなくて、こっちですね。軸が生えてるやつがここに入りますよと。で、内側の形状ですね。そこの部分と合わせるようなイメージで入れていかなきゃいけないっていう感じかな。まあ、とりあえずね、これ、ズボッと入れましょう。で、入れた時に入らなければ位置がね、間違ってるっぽいので、確認しながらね、ここにズボッとね、入れてあげましょうよと。こんな感じでね、総当たりでいけばね、確実に入る場所があります。で、これが入りましたら、下のところには今度こっちですね。このパーツがここに入ると。で、こちらのパーツが最終的にね、下になるんですけどね、こちらの形状の方がわかりやすいですね。ここの内部の形状とこっちのピンの並びですね。それで把握しながらね、こんな感じ入れてあげますよと。で、このラインがね、内側になるように用意してあげまして、ここのピンが外なんでね、こういうような感じで重ねますよと。なので、上のリングはこちらの中間パーツ。下のリングパーツは下のパーツというふうに組み合わせた状態で、後で合体させた方が上下がわかりやすいかなと思います。で、これが用意できましたら、先ほどのね、右足と同じような感じで、下にね、こいつを入れて、上のところにこちらのパーツを入れてあげれば、これでね、脚部パーツ自体は完成と。あとは、ここの軸の部分に対して、これとね、同じような感じで、溝切ってるやつですね。これをここに入れてあげると。これで、足も完成しましたよと。腕はですね、右と同じような感じでね、作った左腕がね、ありますよと。手首パーツも同様にね、じゃらっとありますよと。これでとりあえず組み合わせればね、本体は完成すると。なので、残りの武器を作っていきたいと思います。とりあえずね、上に置いてますね。一番でかい斧ですね。それに関しましては、こちらの内部のところに、このグリップですね。これをここのところに配置すると。位置的にはここに入ります。で、最終的に、ここをね、動かして保持させるという感じになってますね。ここのね、向きをしっかりと確認しておきましょうと。で、用意できましたら、こちらのパーツを使って挟み込んでね、組み付けてあげますよと。はい。これでね、でっかい斧完成という形になります。あとは、こちらのパーツですね。で、この時ですね、こちらの内部のところに対して、こちらのシートの方をね、切ってあげてね、この部分に挟み込むように組み付けてあげると、スリングになりますよと。
入れるポジションっていうのがここに溝があって、ここのところの内側にちっちゃなピンがあるね。そのところにブスッと刺すと。もう一つはこっち側のね、溝のところに工夫してあげて内側のピンのところに差し込む。それが用意できましたら閉じるという形になっておりますよと。ただですね、説明書の方の写真の方ではしっかりと構えてるときはね、ベルトなさそうなんでね、まあとりあえずこちらね、なしの状態で作っていきたいと思います。でこんな感じで重ねましたら、あとはこちらのパーツをここに組み付けてあげれば、これでね、武器が一つできましたと。あと残りハンドガンですね、こちらもね、同じような感じで2つのパーツを組み合わせてあげれば完成という形になりますよと。はい、こんな感じ。これにて組み立て作業はね、基本的に終了という形になりますので、あとは組んだパーツを組み合わせてキコル本体完成させて終了したいと思います。とりあえずボディーパーツの下のピンですね、ここの部分に対して足をですね入れますよと。もしやりづらいんであれば、ここで外してね、やりやすい形を作ってもいいのかなと。でとりあえずこちらがね、用意できましたら、上の穴ですね、こちらのところに対してこっちのですね、足についてるやつと同じようなやつがここに入りますと。で反対の足をね、ここに入れてあげますよと。で反対の足のね、上のところの、ここには先ほどよりもね、細長いやつ、これがここに入ります。で後ろの溝のところにこちらのパーツがね、スポッと入ると。これはですね、ハンドガンが収まったね、ホルスターという形になってますね。一応こんな感じに入れておきますよと。あと腕に関しては、これをね、これパチッと入れる。でもしやりづらいんだったら、このね、パーツは外した方がやりやすいかなと思います。なのでこのパーツをね、引っこ抜いて、で腕をね、ここにバチッと入れると。そしてこちらの走行パーツを入れると。こうした方が楽かなと思いますね。で最後に頭部パーツ、頭部パーツはまあ先ほどね、組んだ時もね、言っておりますけど、こちらの髪の毛パーツかなり細身なんでね、十分気をつけないとね、入れてる時に滑るとね、多分折れると思いますんでね、十分気をつけながら入れてあげましょう。これにて組み立て作業は全て完了です。まあ見ていただくと分かるとね、台座が付属してきておりませんので、自立させるしかないですよね。なので別メーカーでもいいしね、アクションベースを用意してね、ちゃんと立たせるようにした方がいいかなと。先ほどから言ってる通りですね、細い髪の毛パーツ、ここの部分がね、転倒によってね、折れてしまう可能性があるんで、そこの部分を考慮してね、あらかじめ用意しておいた方がいいと思いますけど、一応こんな感じ。こちらのシールに関しましてはね、肩とかのね、マーキングシール、それと武器のですね、この緑のラインとかね、こちらにありますね、こちらの緑のね、ライン、あとはここのですね、マーキング、これぐらいしかないので、他のね、ボディに入っているライン関係ですね、この状態で素組みでもね、この仕上がりなんで、これじゃあ非常にいいんじゃないかなと。あと実際ね、動かしてみてどれぐらい動くかっていうのはね、気になるポイントにはね、なってくると思いますけどね、まあなかなか良い仕上がりだと思いますね。はい、あと実際に動かしてみて確認ね、していきたいと思います。はい、ということで今回ですね、フィギュアライズスタンダード篠宮キコル、こちらね、組み立て全般やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はね、とりあえずこちらのね、可動範囲ですね、それから表情パーツの交換とか、あとは武器の保持とかね、やっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。